今一瞬の隙をついてゴール前飛び込んできましたけれども、はい、いい形を作りました。さあ木田が強さを見せる。ここ左足を乗っ切って打ってきました。一気に前線豊を狙ったボール、このこぼれ球を京都は拾いたいですね。さあそのこぼれ球先頭、先頭の左足、ここは思い切って打ってきました。今先頭らしいスキルの高いシュートまでのシーンでしたね。宇高落としてバイス、宇高切り返して宇高、それだ、ここはそれだの先制ゴールが決まりました。見事なコンビネーションから最後はそれだ、京都サンガ FC が先制しました。走り込んできたそれだ右足一閃、先制したのはホームの京都サンガ FC です。さあ長崎はディフェンスラインを上げていく、ここを狙っていた先頭、先頭を狙っていた、さあゴールキーパーと1対1か、シュートだー、先頭の追加点、一瞬の隙を突きました先頭、今シーズン5ゴール目。この横パスが少し距離が遠かったところに対して先頭はトップスピードでインターセプトしましたし、ここで左足で持ってるんですけど右に持ち替え自分の得意で流し込む形を作ったというところは主から子、そして子でのフィニッシュの能力、素晴らしい先頭選手のプレーだったと思います。ここは左足のシュート、思い切って打ってきました。最後は大竹、形は作戦通りでしたけれどもね、はい、少し足にボールが乗らなかったですね。対応せざるボールを奪った玉田から木田、ここはゴールキーパー清水が出ています。外に逃げていますから当たっていますけれども PK ではないという判断だったんだと思います。なるほど。さらに左サイド、エジカルジュニー落として対応せざるからフレイリを狙ってボール、フレイリヘッド、ここはポストを叩いた。このカイオセザールのボールといいフレイレのところオフサイドではないですし競り勝っていましたからね、高さがあります、決定機を作り出したと思います。さあ木田がボールを奪う、クロスが入る、ヘッドだ、エジガルジュニアヘッド、マイクマから木田、マイクマ、木田、磯村、大竹、そして東部から打ってきた、強烈なシュート、フレイレ、いや京都よくしのぎましたね、なかなか取りどころの状況の中でサイドからワンタッチツータッチでカットインされてきたところをよくしのいでいると思います。はい、さあ長崎ボールを奪う、エジカルジュニー収まる、2対1ですね。木田クロスが入る、こぼれたところ、最後はルアン、ルアンが押し込みました。さあ長崎1点を返した。このね横パスをねダイレクトに入ったところで、ね、このエジカルジュニーのコントロールが丁寧なんですよね。丁寧だった分ここで2対1、そしてドリブルに自信を持っている木田のクロスの仕掛けというところでチーム全体で仕掛け仕留めにいった長崎がゴールをに結びつけましたね。
ボールの地にはルアン、マイクマのクロス、対応せざる、思い切って打ってきました。ここは枠を捉えることができませんでした。そしてルアン、割と浮かした、ヘッドダイブ、追いつくことができるか。高いボールが入る、ヘッドで競る、京都さんがボールを奪った。ここで試合終了の長い笛、京都さんが FC 首位徳島、2位福岡、そして4位ギラバンツ北九州に続いて3位の長崎もホームスタジオで破り